はい、どうもマキリナでございます。現在ニコール H-300mm のレンズでめっちゃ遠くからね撮影してまして、なんとかね顔が入って、もともと顔でかいんですけど、なんとかね顔が入ってる状態です。で、今何をしてるかというと、この H-O がね、パープルフリンジが出てますよねって言うて写真をねお見せしたと思うんですけど、そのちょっと検証ですね。で、あまりちょっとひどいやつが出てきたので、どうしようかなと。というところにですね、もう一本レンズが新しいの届きまして、新しいのというかね、ジャンク品で買ったやつが届きまして、こちらなんですけどね、AI ニコールの 300mm F4.5、まあ、新しいレンズですね。今つけてるやつよりも時代が新しいレンズ。こちらにすると、そのフリンジがどう変わっていくのかっていうところをね、今回この位置から撮影してみたり動画を撮ってみてね確認したいと思うんですけど、今ここのねこれ干支の猿くんのねこう縁紫出てるって分かりますよね。光入ってますよね。出てますよね。でちなみに私今こうしたこの辺にも出てません？出てますよね。こういう感じでね、あの紫縁がね紫っぽいというかオレンジっぽいとかね、そういう感じでこう縁取られてしまうような、そういうね色収差が出てしまってます。だからこれはまああれでしょうね、フィルム時代のレンズやからこそデジタルで計算されてませんので、こういう感じになってしまいます。ということで今日はねこれを入れ替えてみて、違いをね見てみたいと思います。 AI ニコールと HO と入れ替えております。で今このサル君見てもらったら分かると思うんですけどね、って言いながらどうでしょう、出てないですよね。出てないというかまあ多少で出てるかな、微妙に出てるっぽいですけど少ないと思います。って言いながらね、これちょっと私今騙してる状態ですね。何を騙してるかというと、実はねこのフリンジの出方っていうのはピントの合ってる場所と合ってない場所っていうので、前後させるとフリンジの出方が変わるんですよね。要はピントが合ってるところは出にくい、でそれよりちょっと外れていくボケに入っていくところでフリンジが発生します。で今多分ここにピント合わせてるんでね、フリンジがね出てないんですよっていう状態を今作りました。で今見てみるとね AI ニコールでも出ました。でもねちょっと少ないんですよ。少ないのでどないしようかな。今動画で撮りながらちょっと画面揺れるんですけど、そのフリンジの出方をね録画してみましょうか。今 AI ニコールつけてますので、これでピントをね前後してみて、そしてそのフリンジの出方をね録画してみましょう。めっちゃちょっとブレると思うんですけど、やってみましょう。いっぺんね。はい、カメラの背後に回ってきました。で、ちょっとね、ピントをここね、300mm で触ってしまうとめっちゃ揺れるんですけど、わかりますよね。こうしていくと、ああ、ちょっと私の肉眼で、この辺出てますかね、これね。肉眼で見にくいですけど、ほんでピント奥にあったかな、これ。手前にあった、奥にあったね。奥の車に置いてますね。これ手前に持って、この辺ちょっと出てますね、フリンジはね。で、手前のサル君にピント合わせると、フリンジは消えていくと。うまく表現できたかな。で、手前にぼかす。手前にぼかした時はそうでもないですね。奥ですね、奥へずっと送っていくと、この辺出てるかな。この辺出てますよね。この辺出てます。難しいな、なかなか。点を探さなあかんから難しいですね。はい。ということで、今ぐらいの感じですね。で、これを H オートに入れ替えて、どれぐらい出てるか見てみましょうかね。はい。ニコル H オートに、ね、入れ替えました。今ね、サル君にピントが合ってる状態ですね。なのに、ちょっと出てますよね。さあ、ちょっと揺れますけど、行きましょう。で、これを手前にピントを持ってくると、消えましたね。消えましたよね。ちょっと見にくいんですけどね。あ、これ奥かな？奥や。奥に持っていくか、この辺出てますよね。で、手前に持ってくると消えますね。消えました。で、もっぺん奥ずっとサル君に合わしながら寄っていくと、どこら辺出てるのかな？出てますね。でずっと奥の車まで行くと、その出方が正だなのが分かりますかね。さっきの AI ニコールと比べて、フリンジの出方がね、大きいと思うんですよ。手前から奥へずーっと奥へ、この辺ですよね。はい。こういう感じでございました。
本当にこうちょっとだけなんですけど、そのちょっとの差がですね、まあ今ここだけですけど、こういっぱいこう森があってね、わーって木がある枝が全部ね、こうフリンジがかかってしまうようなね、そういう状態になるんで、たとえ半減でもしてくれれば、まあそのざわざわ感がね減るかなというところで、まあ今回その AI ニコル買いましたけど、ありかなと思いますね。あ、ほんでそうやな、どっちを買うかっていう選択をね、これからもしされる方がいたらと思うんですけど、まず、まあ、答えから言うとこっちです。 AI ニコルにした方がいいですね。で、なぜかというと HO と、まあ、オートニコルのレンズね、私好きなんですけど、この要は 300mm っていうのは遠くを狙うためのもんですよね。こういうので結構拡大して撮っていく写真にその収差がやっぱ目立ちやすいですよね。まあ、景色とか例えばその物撮りでも雰囲気を撮ったりとかするのに HO とのねレンズ、 HO というかオートレンズはいいと思うんですけど、やっぱこういうピントを追い込んでいって拡大写真を撮っていくみたいな、やり方をするときはやっぱこういうのも気にした方がいいですね。フリンジも気にした方がいいんで、まあ、収差が、まあ、ちょっとでも少ないこっちにした方がいいかなというのとですね、もう決定的に違うのはですね、このこれがついてますね。あのオートフォーカス、私の持ってるオートフォーカスもついてますけど、あのこの縦位置とね横位置を変えれるね、こういうリングもついてますし、まあ、なんせ軽いですね。重さちょっと分かったら載しときますけど、あの私がその今使ってる HO とに比べて、8割ぐらい軽いかな、8割軽かったかな、2割ぐらい軽い、1割5分か2割ぐらい軽いような気がしますね。まあ気のせいかもしれんけど、めっちゃ軽いです。だから右手で僕ね持って、首から下げないんで右手で持ってこう持っていくんですけど、まあ、それでも全然苦にならへんね、重さですね。マニュアルフォーカスの 300mm の旅はね、実はまだ終わってないんですよまだね、もう一つあるんですけど、これはね次回にしてみたいと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。